やべ、なんかすごいみんなに向けてやってる気がするね。参加者のいないあの無料体操会。頭悪い。ラジオ体操を始める2人。あ、前向いてやるからいけないんだよ。あ、そうか。向かい合ってやってればいいんじゃない。やっぱ結構理にかなってますね。そんなのあったっけ。もうちょっと興味良くない。わかんない。海ですよ。いや、海ですね。埼玉県に海ないんで、やっぱこううわーってなっちゃいますよ。見るだけで。うわーって、海だーって。さすがですね。そう、やっぱこう地下鉄上がってきたじゃないですか。で海見えるじゃないですか。実際すげー海の近く行きたかったです。やっぱりそうだよね。海みたいなーって、うん。最大のライバル神奈川としては。はい。うん。ま、負けたことないんだけど。はい、はい。うん。ダセーなっていうね。いや、まあね、そこはどう勝てないで、海は作れないでね、埼玉に。そうですね、うん、でもね、湖多いですからね、向こう湖、川、やっぱり、ね、あの東京等に流れてる荒川とか、荒川の源流とかね、埼玉にあるんで、すげえ綺麗ですよ。うちだと相模川とかになるんで。ああ、うん、そうですよね、そっち側になりますよね。そうなんで、あと鉄道博物館とか、埼玉ね。そうですね。そう、シンカリオン。シンカリオン聖地ですからね。聖地だ。あの地下に本当にあるんですよ。でもあるんですか。実はあるんですよ。なるんだ。マジか。そう。お、回ってる。回ってるよ。お、いや、めんどくせえとか言われた。なんで突然。10キロも走る、何が楽しくて10キロ走るんだろうって不安になる時ある。マジで何が楽しくてそんな人は走るんだろうってマジで思ってますよ。考えてないですよ ね。 ね。 T シャツにもありますけどね。そうそうそう。なんだよ、ド M なの。まあ確かにね。何を好き好んで走るんですかって俺はまだ思ってるタイプ。僕はそっちの人間でしたよ。変わるもんだな。変わるもんですよ。人間変わるもんっすよ。ランシーを買った時からやっぱ人は変わってしまう。そこっすよ。ノースフェイス買ってちょっと山登ってみようかなみたいな。そう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 。それ山が呼んでるとか。そう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 。そうやって人は沼に入っていくんだ。そうですよ。あー、まさにそれですね。そう、まさに。まあ確かに性能を試してみたくなるところからですよね。そうですね。ただの服続きがやってるだけですからね。それでは大変お待たせいたしました。お待たせしました。ただいまより10キロラン3部の表彰式を始めます。ドキドキ。最初に男子部の表彰式から始めます。来ますよ。プレゼンターは篠田大輔です。それでは発表します。10キロラン3部男子の部第3位は、あ、タイムは36分。まだまあまあまあ、このステージにお上がりください。おめでとうございます。いや、まあまあまあ、確かにあの人早かったです。早かったっすね。続いて第2位の発表です。ナイスさん。10キロラン3部男子の部第2位は、わあ、ワンツーならず。いや、でも僕たち目指すのトップなんで、そうですね、同率1位ってのがある。あ、そして10キロラン3部さあ男子の部来ますよ。第1位は、わあ、34分24秒です。あれ34分。あれ、僕たち半分以上早い。それではお願いします。ね、症状何回抜かれたか分かんないもん、あの人に。めっちゃ早かった。めっちゃ早かった。2、3回抜かれたよね。タイム36分53秒。もうニット来たんだよ。大会において投手の成績を収められましたので、その絵を立てご了承します。着替えてくる。はい、気持ちいいね。最後のこの日差しもね。そうだね。夕日もすげえなんか俺を歓迎してくれる感じですね。うん、いや、頑張ってよかった。今日何周通すの。いや、よかったよ。意外と9号ね。いい感じでした。うん、いい、これ。いや、気持ちよかった。お腹も空いたんでね。頑張った。塩分取りたいし。塩分出ちゃったんですよ。出ちゃったから。出ちゃった。めっちゃ動いてましたもんね。うん。最高。いや、やっぱ10キロ違いますか。
ランニング最高。あ、楽しい。次はもっといけんな。もっといけますかね。もっといけちゃう。次ハーフいきます？ちゃうな。ちゃうな。ちゃうなこれは。あんた、そこビアしたら人生終わりやで。なんで関西弁なんや。終わりやで。終わりやで。何運ぶんや。終わりやで、ほんまに。何それ横浜っすよ。何運ぶんだ。